反対してるし、何もしないで、決められるっていうのは絶対そんなのは、もし決まったとしても自分にこう悔いが残るし、まあ、できたらみんなの力で強行採決はやめるさせて、しかも廃案にしたいとは思ってます。やっぱりこれは絶対にね、自分で行動しなくちゃと思ったんですね。それはもう本当に大事な、もう悔いの残ることにならないように、ともかく自分で行動しなくちゃって、今回初めて今日来たんですけども、もちろん僕は反対なんですけど、反対じゃない人もこんなになんで、賛成してる人もこんな急いでやるのはどうなのっていうふうに言ってる人がもうほとんどだと思うので、今日強行採決するっていうのは本当にありえないと思います。あれだけ衆議院の時に話したことも何も学んでいないし、本当にルール違反、憲法違反を彼らは行っているんだと思っています。国会議員は憲法違反を行っていいのでしょうかと、そこまで堕落したのかと、本当福島をこれ以上バカにするな、愚弄するなっていう怒りの思いでいっぱいです。でもまだ諦めていませんので、この一晩各自民党、公明党の地元でもいいし、国会議員のもとにでも電話ファックスをじゃんじゃん入れていただきたいと思います。これは国民の本当の権利、生きる権利を奪われてしまう法律を、悪法を通そうとしているんですから、本気になってここで立ち上がらなければ
いけないと思っています。昨日まで山登り行ってたんですけど、インターネットとかツイッターで昨日の夜の採決のその横暴さというかひどいやり方っていうのを見て、ちょっと山昨日今日で 29.5 キロ歩いてるけど、ほら行かないとなと思って奥多摩駅から来ました。直接本採決明日ってことで、それはやっぱりこういう世論の後押しがあったからだなって思ってる。なるほど。明日も来られる？明日も仕事だけど、でもまあ夕方からしか来れないんですけど来ます。なるほど。いやでもやっぱりやりにくいと思いますし、ゼロでは絶対ないんで、そういう意味では上げるということの意味はあると思います。